ソリ舌音の下の一超音部位指音、両心音、心誌音、絶頂音、絶線音。絶単音、絶心音、士間音、死音場。死刑音、死刑音、後部死刑音、ソリ絶音、死刑。高校外音、絶敗音、高校外音。難校外音、高外水音,音、音高音,音、音頭音。高等外音、正門音、二重超音、両唇。高校外音、両唇。難校外音、死刑。高校外音、後部死刑。難校外音。 超音方法ソリジタウンは、絶線、または、下端を後部死系から後工外の全部までの部分に接触、接近させて作られる死因。超音部位による命名の原則に従えば、下部絶端全部後工外音及び、部絶対後部死系音が該当する。下部絶対後部死系音は、下端裏後部死系音とも言う。後部死系音の一種になるはずだが、 音声学では伝統的に香武士形音というとした端で超音される音のみを指しソリジタ音とは区別される。古い書籍ではいただき音と呼ばれることがある。これはインドの伝統的な音声学でソリジタを意味するマードンの直訳だが超音位置と無関係なので言語学用語としては望ましくない。正確な超音部位は言語によって異なる。 マライアーラム語などの南インド諸語の場合は絶線を後部死刑につけた後、離さずに高校の奥の方へとずらし、高校外がへこんでいるところまで来たら止める。ここが下部絶対全部高校外音の超音部位である。これをやや前の方へずらすと下部絶対後部死刑音の超音部位となる。ヒンディー語などの北インド諸語では、 絶線と歯茎の一番盛り上がった部分より少し後ろの部分によって超音される。下端は上顎から離れて、下の中央が両側に対してへこんだ形になる。中国古北京方言のソリジタ音やロシア語のなどでは、実際には舌は反っていない。ポーランド語のソリジタ音は絶線、または下端音で、舌は平たく、おそらく交代しており、 また、唇の丸めと突き出しを伴っている。これによって、舌と唇の間の空間が広くなり、周波数が下がるのだという。ラディフォーギットラによれば、中国語やポーランド語のものは、ソリジタ音と呼ぶべきではなく、舌が平らな下端後部死形音であるという。国際音声記号では、以下の記号を使用する。シーン国際音声記号シーン。ありがとうございます。